ウエスト西大吾です。皆さんこんにちは。で、はい、今日はこんなところに来てるんですけども、はいはい、これはですね、山に囲まれてるんですけど、山ですね。はい、ここ実は以前北海道難読地名クイズという企画やりましたね、うん、漢字を読むやつですね。はい、はい、その時不正解した場所の一、つ、いやー、はい、そうですね、おしょろ、おしょろやってきました。はい、しのろとか言ったのかな。はい、いやあれもうね、序盤はもういけるでしょこんなの、はい、なんでこんなん出してきたのっていう感じでやってたんだけど、はい、中からも全く分かんなかったからね。全然当たんなかったですもんね。北海道怖いわ。見渡す限り、まあ、木とね、まあ、緑が溢れるような。そうですね、空気がいい、はい、おしょろ。え、かわいい。おしょろの皆さんに申し訳ないことしてるんで。だから接待じゃないですけど、はい、おしょろ褒めまくろうと。おしょろ、はい、当初は、はい、写真だけ撮って帰ろうって思ったんですけど、うん、それじゃおしょろが救われねえだろうと。そうだ、いうことで今日はおしょろ接待やっていきます、はい、やっていきましょう。はい、でもうん、で取れ高がまあ足りるまで、はい、どん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 おしょろ褒めていきましょう。でこの YouTube 見てる人に西大吾からおしょろのいいところっていうのを発信していけば、おしょろに人が来てくれるんじゃないか。そうです、おしょろ人増えるんじゃないかなと思って。もう今のところいいんすよね。接待ですから、うん、接待そういうことです。そうですね、今のところ空気がきれい。そうです、そうです、うん、そういうこと、そういうこと、はい、いいんじゃないですか。じゃあそんな感じで、はい、待っていきましょうか。そうですね、はい。今ね、ここにあるのが、はい、おしょろ環状列石。何なんだろうこれ。これ見てください、ストーンサークルだ。はい、縄文時代の遺跡なんですけど、ここでなんか生活してた跡みたいな。ブーってでかいの出ましたね。ちょっとあんた接待しに来てるんですかね。ブーとかやってる場合じゃないですよ。そして言うならばおしょろの名所ですよここが、うん、で、まあ、縄文時代後期だって。はい、お墓なの、墓地だ。儀式も行われて、おならしちゃダメでしょ。ダメですよ、こんなとこで。あ、立ち入れないんだ。いや、すごいけど。ちょっとなんか、はい、あるかもしれない。なんかちょっと、高所に来た時みたいな、なんか。空気圧みたいな。あるある。スーンと。うん。それはあれじゃないですか、ただ単にここが高いんじゃないですか、本当に、標高が。このおしょろ環状列石とはあんま。僕でもそういうの感じれるんだけど。あー、パワーとか。はい、そうですね、パワーですね。うん、儀式なんですよね、でも多分。そうですね、こういうのがだから一個一個墓石なんでしょうね。うん、一個一個なのかな。こういう場所を作って、古墳も大きいですもんね、一人に対して、うん、その一人とかじゃないんで、やっぱ儀式なんじゃない、する場所。あ、そっか、周りとは違う、ここだけに結構人入ってる感じあるよ、やこの感じが。あー、道が遊ばれちゃってるんですよね。本当はこれダメですよ、皆さん入っちゃう、うん、そこパもらうところにそこが入ってきた。あ、そっか、左側だけちょっと入りづらくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんですね。皆さんそういうの結構するんですか。ありがとうございます。今のありがとうございます。おしょろ、おしょろ、おしょろありがとう。はい、じゃあもうおしょろは終わり、終わりです。ダメです、ダメです。じゃあこれで終われないんですよ、だから。おしょろあと何あるんですか。ないっす。あ、ないっすとか言っちゃった。あるんで、はい、魅力だらけですよ、おしょろ。そうなんですね。はい、西大吾がそれ発信していかないとダメなんです。わかりました。そういう企画です。どこにじゃあ連れてってくれるんですか。連れてくじゃなくて見つけるんです。歩いて。見つけましょう、歩いて。本当に言ってる。そうですよ。おしょろってこう半径何…ちょいちょいと。嘘っす。嘘でしょ。本当っす、本当っす。本当に歩くの。え、歩きますよ。持ってきてよ。なんで。ちょっと行きますよ。行きますか。とりあえず。あ、綺麗。いや、そうそう、抜けが。電車が黄色。黄色。黄色、うん。あれだ。なんかちょっと。これ、あ、タンポポだ。うわ、綺麗じゃないですか。あ、いや、綺麗ですよ、西さん、これ。こっち見て。ありがとうございましたって言ったらいいんじゃないですか。黄色ありがとうって。ありがとうございました。のね。ありがとう言っとけば大体 OK です。大体 OK とかそういう言い方が良くない。ちなみにその2本のこうやってあるじゃないですか、はい、その道のどこがおしょろなんですか、はい、その道の両際、両際、両際、そうです。だからもう多分あそこに緑山見える。ここの間、あ、もうそこと、まあ、そうですね、結構ね短い時間15分くらいで往復できるぐらいの。
人口は？人口284人。結構いるんだ。意外と漁業が盛んみたいでして、うん、これはもう何もないぞ。らしいぞ。いるよ。ある。あら、あら、ワンちゃん可愛いね。気にしてたくせに全然止まんない。あんのとか褒めてるとかじゃないですか。犬が可愛い、おちょろの犬は可愛い。そうです。吠えない。吠えないね。いい、吠えない。うん、いいんじゃないですか。そうそう、そういう場でそういう感じ。あ、おしょろの水は綺麗だ。本当に綺麗じゃないですか。うん、小川ですね。ゴミは見ない。ずいぶんなんか調子いいんじゃないですか。うん、調子いいとか言ったら。だって僕、人を褒めるの上手ですからね。なんもないっていうのも、うん、もしかしたら魅力かもしれないですし、人に思う。もちろんそうですよ。東京にだってもずっと住んでる人なんか、うん、ここに一回は住んでみたいと思うし。すごいね。丸福相当営業の金融販売、どういうこと。はい、今もう廃業してるんですよ、丸福。どう、なんかすげえ建物ですね。郵便マークがあるから。郵便局、すごい。ちょっとやっぱ一周回っておしゃれなんだけどね。いや、そう、なんていうんですか、この作りね。郵便局っていうよりはポストっぽいですね。そうだね。はい、おしょろはレトロだ。レトロ、おしゃれだ。おしゃレトロ。ヴィンテージが好きな僕にとってはすごいいいよ。そうっすよね。うん、ちょっと待って、クルージング、おしょろリゾートっていうのがあるのかな。あら、なんかあるみたいですね。一応海沿いの町なんで、うん、海は未だに見えていないんだけど。ないですね。おしょろに来てくる、まあ、こういう景色です。線路で、線路だ。さっき電車通ってましたね。通ってましたね。はい、もう一見て。はい、お城の花は綺麗だ。あら、あら、素敵。これなんでしょうね。なんでしょうね。なんでしょうね、これね。ちょっと分かる人、コメントで。小学生でも褒められそうなことしか言ってない。ここにあんのか、じゃん。いやいやいや、抜けがいい。お城の…なんもねってことだ。なんもねとか言っちゃう。言葉悪いな。あと、涼しいっすね。やっぱ緑が多いから。それはまあ、北海道全体に言えることだから。おしょろじゃなくても。なるほど。うん、俺はなんか基地作り放題だね、見て。はいはい。あら、この木とか作れるよ。あー、ほんとだ。木の上に工事現場から取ってきた足場を組んで、はいはい、あら。悪ガキ。なるほど。今ではダメですね。今ダメだ。やっちゃね。おしょろは君、いい山だね。はい、いい山だ。うん、基地作りに優しいっていう感じですか。あ、電車通るんじゃないですか。あそこに寝てる。サイコパス。またレトロな感じの電車が通るのかな。あ、意外と近代的。あんまり趣なかった。あんまりだったね。もうちょっとワンマンでこう、うん、レトロな。そうだね。電車が来るかなみたいな、うん、中の人見てたもん。こんなところに人いるよ。西田の地形も歩けないんじゃないかぐらい。そんなことついてない。なんでおしょろをディスるの。すいません、うん、失礼しました。そうだそうだ、俺が一番忘れてら。忘れてら、忘れてら。あら、あんな立派な倒木。俺が褒めるとこ褒めねえな。それはやっぱ人それぞれ感性っていうものが。なるほど。違いますから。うん、それはそうだ。なんかでも本当に花きですね。でしょ？綺麗だね。なんかこのグラデーションもさ。はい、本当に映えますね。あ、本当に写真撮ってるこの人。カメラマン目指そうかな。あら、山か。行きますよ。はい、これ。暑いな。暑いっすね。うん、あれ、あら、西さん、これ西さん、これちょっと抜け感がいいね。おー、なるほど、出た。抜け感がいい。うん、一生懸命登ったのに断崖絶壁だったみたいな。そうだね、印象だったんですけど。そうだね。あ、なんかリアルな会話でそれ使われるとってちょっとなんかあれってなりますね。あっ、あっ、おしょろの報道は質がいいね。うわ、綺麗だった。あら、やっぱ海めっちゃ綺麗じゃないですか。言ってんじゃん。
パンオショコラ、はい、パンオショコラちょっと油がつくぞ、皆さん酒屋で拭いてください。木のクリーム、わーすごいすごいすごい、ハンテルハンテル、